皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校2年生の国語、名前を見てちょうだいの内容です。動画は2回に分かれています。今日はその2時間目です。これまでに、えっちゃんが野原で狐と出会った時の様子と、畑で牛と出会った時の様子について学習してきました。今日の学習の目当てはえっちゃんが次に会った大男の様子とその時のえっちゃんの様子について考えることです。それでは教科書の61ページから5の場面を音読してみましょう。動画を一度止めて音読をしてみてください。えっちゃんたちは七色の林で誰に会いましたか？大男ですね。その時の大男の様子が書いてあるところに線を引いてからワークシートの様子、言ったことの絵の右側に書いてみましょう。では一度動画を止めて書いてみましょう。61ページのところに大男の様子が3つ書かれていますね。1つ目は木よりも高いですね。2つ目はドカンと座っていましたですね。3つ目は帽子を両手で持って不思議そうに眺めていましたですね。次にえっちゃんたちに名前を見てちょうだい言われた時の大男の様子や言ったことが書いてあるところに線を引いてからワークシートの様子、言ったことの絵の左側に書いてみましょう。では一度動画を止めて書いてみましょう。62ページのところに大男の様子が4つ書かれていますね。1つ目はじろりと見下ろしましたですね。2つ目はあっという間にパクンと帽子を口の中に入れましたですね。3つ目は食べちゃったよ、だから名前を食べちゃったですね。4つ目は舌なめずりをしてじろりじろり見下ろしながらもっと何か食べたいなぁというところですね。さあ、こうして大男に帽子を食べられてしまいました。その時にえっちゃんたちがしたことや言ったことが書いてあるところに線を引いてからワークシート ③ に牛、狐、えっちゃんに分けて書いてみましょう。では動画を一度止めて書いてみてください。63ページのところから様子が書かれていますね。牛は一つ目は後ずさりをしながらブツブツつぶやきました。二つ目は早く帰らなくっちゃ、忙しくて忙しくて。三つ目はくるりと向きを変えると風のように走っていってしまいましたですね。狐もくるりと向きを変えると風のように走っていってしまいましたですね。えっちゃんは一つ目は胸を張って大男をきりりと見上げて言いました。二つ目は私は帰らないわ、だって私の帽子だものですね。牛と狐は帰ってしまいましたが、えっちゃんだけは大男にきっぱりと言いましたね。そして体が大きくなりました。では大きくなって大男に向かっていった時のえっちゃんの様子がわかる言葉が書いてあるところに線を引いてからワークシートに書き出しましょう。では一度動画を止めて書いてみましょう。
64ページのところに様子が書かれていますね。体から湯気がもうもうと出てきました。ぐわんと大きくなりました。食べるなら食べなさいよ。私怒っているから熱いわよ。湯気を立てたえっちゃんの体がまたぐわーんと大きくなりました。大男と同じ大きさになってしまいました。畳のような手のひらをまっすぐ伸ばして、私の帽子を返しなさい、とたくさん書かれていますね。私の帽子を返しなさいという言葉はどんな風に言ったのでしょう。想像してみてください。さあ、そして大男はしぼんでいってしまいます。大男はどんな風にしぼんでいったのでしょう。その様子がわかるところに線を引いてからワークシートに書き写しましょう。では、一度動画を止めて書いてみましょう。65ページのところに様子が書かれていますね。大男はブルッと身震いをしました。ブルブル震えながら空気の漏れる風船のようにしぼんで、しぼんで、しぼんで、とうとう見えなくなってしまいました。というところです。帽子が戻ってきて元の大きさになったえっちゃんは最後の場面で、あっこちゃんの家に遊びに行きましたとあります。さて、あっこちゃんの家に行ったえっちゃんは起きた出来事をどのように話したでしょう。えっちゃんになったつもりで考えて書いてみましょう。今日学習した登場人物の様子をもとにどのように音読したらお話の世界に浸れるかを考えて音読をしてみるようにしましょう。以上で小学校2年生の国語名前を見てちょうだいの2時間目の動画を終わりにします。